青森県です大学生の時に初めて青森県に行って魚があまりに美味しいことに本当に驚きました大間のマグロも本当に美味しいし海産物本当に美味しいですここの大間原発にも行きました恐れ山の割と近くで気候がすごく荒れていてここに原発本当に大丈夫かという思いでいました対岸の函館から 函館庁舎からこの大間原発が見えるんですね、えー、ですから函館市が裁判を起こしていますけれども大間原発は、まあ、今建設中ということでこれはもう本当に動かさない廃炉にすべきだそう強く思っています六ヶ所村もあの本当に20代の時にスタディツアーで行きましたこの 核燃料サイクルも頓挫しているやめたらいいそう思っていますだからこそここに産業構造の転換としてしっかり政治がその転換を応援していくそのことをやるべきだというふうに思っていますリンゴやさまざまな農産物が美味しい青森県原発事故など絶対に起こしてはならないそう思っています 一緒にこの青森でまあ、三沢基地もありますし平和運動そして脱原発で一緒に頑張り合いたいそう思っていますで、八戸でサラブレッドの売買をする洋館に連れて行ってもらったことがありますまさに馬文化みたいなところもありますし、えー 食べ物も美味しいしい豊かなところです青森県ここで原発再稼働させないために原発を動かさない大間原発廃炉にそして六ヶ所村ももうやめるようにそのことを一緒にやっていきたいと思います。